はいどうもビルトです。こんにちは、スコーマイです。どうも高泳いです。天才 MC です。はい、ということで今回はですね、なんと特別ゲストを呼んでおります。どうぞ。どうもどうもこんにちは、エンドラテイ軍団団長ひまえです。ケイマです。ネブキです。ネブです。はい、ということで今回はですね、 RTA 軍団の皆さんに来てもらいました。どうもどうもお願いします。ってことで、まあ、高おいおいのチャンネルと RTA 軍団さんの方のねチャンネルで多分動画上がってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、今回は僕のチャンネルではベッドウォーズをねやっていこうかなと思います。で、はい、普通にね PVP 勢チームと RTA 勢チームに分けてやっちゃったら多分秒で終わっちゃうと思うので、まあ、今回は混合チーム でそれプラス PVP 勢はベッド破壊できない縛りでやっていこうかなと思います。それだったらだいぶいい感じになるんじゃないかなって思うんで、一生終わんない可能性もありますけどね。あくまでもPVP 勢はもうアシスタントみたいな感じで。なるほどなるほどね。チーム分けどうしようかな。まあ、多分 PVP 勢がうまく分かれればいいんで、俺5枚、あと高尾とてんちゃんでいいんじゃないかな。で、その4人はどうしますか。でもこっち行く？あ、これ行くか。オッケー。団長。まあ団長はもらったわ。完全に。じゃあ早速やっていきますか。あ、じゃあどうしようかな。日本選手にしますか。あー、いいですね。オーケー、やっぱ勝ち負けやった方がね、なるほど、ちゃんとできると思うんで。燃えるし。そうですね。じゃあ PVP 勢はベッド破壊なしで。わかりました。じゃあやっていきたいと思います。まあ、とりあえず最初ベッドを自分囲っちゃうんで、オッケーです。なんかアイテムとかずっと取ってたらいいかな。攻めれる時に全然攻めちゃって。わかりました。一緒に真ん中行きますか。ビルトに守ってもらって、ね、俺守るわじゃあビルトに守ってもらって、じゃあ橋繋ぎますか。ありがとうございます。でもね、相手の天才 MC がちょっと怖いんで。そうなんだよな。なるほど。あの人だけ警戒したら多分なんとかなる。まあまあまあ天才 MC いるんでこっち。まあ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 、まあ、壊されることはないんでベッド。いやいやいやベッドズはもう壊される前に壊すことが大事。そうそう、だから俺ら以外の2人に頑張ってもらうのか。よっしゃ、やっていくわ。うん、とにかくで脳神。ちょっと誰か防衛やってくださいよ。じゃあ俺ブリッジするんで。じゃあ俺防衛しとくわ。ナイスナイス。じゃあおしら突っ込もうぜ、うん、団長は PVP そんなしないですか。いや、そんなしないっすね。上陸。ナイスナイスナイス。上陸上陸真ん中。お、相手まだ来てる。あ、来てる来てる。やばいやばい、4人ですよ。あ、一旦メブキさんはなんかもういい感じに暴れちゃってて、エメ取れば透明化ポーションとか買えるんで、それで攻めちゃうとかもありっすね。メカはちょっと使いたくない派閥なんで。なんか自我持ってるとこもあるっていうことっすか。ちょっとダイヤが欲しいな、めっちゃ。ダイヤ取りに行きましょうか。ダイヤ重要。で、向こうは容赦なく使ってきそうだから。てか赤チームがめちゃくちゃ占拠しちゃってるな。お、エメ5です。エメ5。ナイス。エメ5だったらもうまだまだ買えないっけ。なんか黒曜石で囲んじゃえば結構強いんで。確かにエメ5だったら天才MC 強くね。リムか今の。なるほどなるほど。ベッド落とした。え、ナイス。でかすぎ。え、なんでそのステレスで言っちゃう。ちょ待って、興奮して落ちたって。え、でいつの間に、いつの間に言ってた。やばい、ケイマさん。あはは、壊されたー。まずい、まずい。うますぎる。これはうめえな。いや、防いだ気してんけどな。こりゃうまいな。どうしようか。こりゃどうするべきなんだよ。どうしようか、これ。じゃあ、もうボコしに行くか。さすがうちのエース。よし、ケイマさん、とりあえず。ナイス。しばきナイス。一人ずつね。天才 MC が怖いんだよな。行って、天才 MC。お、やれる。やったやったやった。ナイスナイス、でかいでかい。あ、やった、ナイスナイス、熱い。でかいでかいでかい。テンちゃん6、6、6、6。さあさあさあ、ピミさんの。いける？いけるいけるんじゃない？いけるんじゃないです。これはいけるでしょ。やばい、来てる。血に戻りするか。血に戻り。もうベッド壊せないやん、相手。確かに。こっから。無理だな、これも。もうベッド破壊。壊されちゃうときついね。そうね。うん。だからもっと守り多めでいい説あるな、なんなら。いや、まあ来る前に殺すのが熱いから、まあ。まあそうだよ。だミッドで守るのが強いかもな。ミッドで殺し続ければ攻められないから。まずミッドに入らせへんっていうのが。いやー、死んじゃった。強い説あるな。おい、コンパ。ナイス。
っしゃ、2試合目っすね。さっきと同じでいっか。エメちょくちょく取りつつ、向こうちゃんとダイヤ取ってたからな。でミッドで殺し続ければ攻めてこれないんだ。さっきにダイヤの方がいい。ありあり、俺ここで妨害しとくわ。ここで来れないように。あ、待って、2エメ、2エメ湧いてるから取っちゃおう。オッケー、エメ大事エメ。うわっさ、もうなんか一生落ちてる俺。天才虫怖いな、ちょっと。今ジャンプポーションで防衛してきましたね。うわ、6ダイヤゲットしたけどこれ戻れる気しないな。いやー、あ、行ってんな、行ってる。ピムさんとオイオイが行ってんな。ピムさんろ、ピムさんろ。ナイス。オッケー、オッケー。帰れる、ビルト帰れる、帰れる。俺、エメさんとダイヤ6あるから何かやるわ。ナイスナイスナイス。したらどうしようかな。一気にアイテム買って攻めたいっすね。いや、来てんな、天才虫来てます、上。いやー、1人、あー、1人、いや、落とせてん、いや、ケイマさんローだ、あー、違う、まずいな、これだ、やばい、やっぱりね、いや、大丈夫、いやー、守ろう、オッケー、ナイス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 、オッケー、4M 取ってきたわ。どんどん、どんどん行った方がいいですよ、早く押していかないと。フォーメイクさっきの飲めるのがいいですかね。うわ、マジか、忘れた、マジマジか、ここでした。やられた、やられましたな。え、じゃあもう透明化で行くしかないわ。そういうバグかな。あれなんか。あ、壊した。ディフェンス用は。ナイス。ディフェンス用。よし、あとはしばくだけですね。あと、あれ、なんかまたなんかいつも。またなんかあれ。誰からやろうかな。あ、待って、天才虫なんか飲んだ。ジャンプか。透明気をつけて。天才虫逃げそう。うん。いやー、強っ。やるやる。いける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 。14。いけんじゃねえぞ。いやー、高いよ、いけ。もういけるべ。やばい、取れた。おい、いけなかったかね、1か。1。おぉ、高いよ。オッケー。ナイス。よしよしよし。ひまゆさんにボコされてる、高いよ。気づけた。オッケー、オッケー、ケイマさんやった、オッケー、もう一人ね、あと電線虫、電線虫、いやー、あー、マジ、こいつ暴れてる。いや、でも、勝っただろ、これは。もういける、もういける。こっから電線 MC クラッチされなければ。やばい、これ勝ったらやばい、これ勝ったら伝説でしょ、あの人。え、マジ、マジ、あ、違うわ、普通にベッドの時間だ。時間これ待って、みんな固まった方がいいかも。一回自陣、あー、いや、真ん中行くか。真ん中上透明なんで行ってみるわ。いいよ、勝っちゃっていいよ、じゃあもう。勝っちゃおう、じゃあ。うん、全然勝っていいよ。ベッド壊れてるならまあいけるっしょ、正直。マジマジマジ。ナイスナイス。まずいけいけ。まずいけいけ。まず一人。カップル食った。来ると思うな、じゃあ。来るな。あ、透明飲んだ。透明来るよ。あ、来るぞ、これ。下にいる？下にいとく？いや、上上上上。あ、どうだ、もう待ってこうかな。どっちっすか？わからんわからん。下にいよ、下にいよ。下？上だ、上、上いる、上いる、上いる。で、落とされないよね、もう。やばい、振り返しまくってたことは。やばい、目向きせんから。うわー、やられたな。やばい、やばい、やばい。団長、これやばい。クラッチされる。やばい、やばい。で、もう一人？ああ、ナイス、ナイス、マジ、マジ、マジ、はい、ね、マジ、楽しい、マジ、マジ、マジか、相手1か、うわ、これがあるから怖いんだよな、怖、えぐな、天才MC、え、かっけえ、いきますか、いきます、もうケイマさんがもう積んでる、早い、早、ここ絶対負けらんないな。そうっすね、早相手、いや、ね、あ、てか相手マジでこ積んできてる、積んできてる、もうあれだ、多分秒で壊そうとしてんな、あれ早期決着か。ケイマさんなんか美味しそうなもの持ってるんで芝居ときますね。オッケーです、キムさん行きましょう、これよしよし、オッケー、ダイヤ3つで、ダイ左右取った、左右多分ケイマさんが取ってたね。あ、でピムさんがワンチャン持ってるかも。うわ、待て、すぐ後ろ来てる天才 MC が。うわー、マジか。なんか天才 MC さんだけなんか桁違いでうまいんすけど。いや、マジうまいんすよ、なんか初手強いっすよね、めっちゃ、うん、天才 MC がそこ張ってるだけでだるいんだよな。ちょっと何ポーション使う、ガチなんかうまくね。あ、待って、最悪、最悪なミスした。待って、うますぎる天才 MC。 う
あ、やばい、行かれた。いやー、2人で張られるとやばいな。高尾落とした。ナイスナイスナイス。いけんじゃね？いやー、無理か。4か。なんか透明か。透明か透明か。透明だ。ナイス。オッケー。ラッキーがあった、こっちだったか。やばい、ケイマさんが前張ってくるわ。オッケー、オッケーっす。ベッド、ナイス。ベッド落ちる前にある程度持ち帰りたいですね。あ、もうベッド終わるな、これ。あと30秒でベッド終わっちゃうんで、その前に物資取れるなら取りたい。でめちゃくちゃ蓄えてそうだな。なんか全員10日とかで来たら本当終わるよな。いや、ちょっと待って、俺一回じゃあ死に戻りしちゃうわ、はい。いや、これ来るぞ。もう死ねないよ、これで。いるね、これ多分あんま行かない方がいいですね、こっち中で。ああ、もうみんな行ってんのか。なんか天才 MC だけ殺したらワンチャンある。どっちいます。いやー、相手なんかみんなポーションっぽい。じゃ、天才 MC 帰らせたからな。普通に5枚俺と2人で行くか。やばい、痛すぎる。やばい、死んだ、最悪。天才 MC めっちゃロー。あ、死んだ。ナイス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 。いや、あるあるある。天才 MC やれたら、もうこれは、あと気合い。敵全員ってか。戦意喪失してる。全員。まあ、落ち着いて、待ってもいいと思うけど、そのみんなの夢回収して。ほぶねん。待って、天才 MC からダイヤ14個出たぞ。うわ、帰りたいけど高尾来てんな、それ。帰れなさそう、それ。だな。いや、上ダメっすね。真ん中上。2人いる。2人いる？うわ、来てんな、高尾。あ、ポーション飲んだ、ジムさん。やばい。最悪！いや、うまっ。誰だよ。いやー、これでも顔良くないな。ナイス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 すぎる。ガチでナイス。ケイマさんかよ。二人頼む、ガチ勝って、これ。ガチ勝って。まだ三人来るね。これ三人来ます、三人来ます。入ります。二人来るよ、二人来る。高尾、あ、三人じゃ。三人来たな。来た。もう来るよ、もう来るよ。え、ピムさん一人落ちた。お、聞いたね。キム。マウェル、マウェル、マウェル。高尾とケイマさん。来る。もう、ま、ダンジョン真上にいる。ケイマさん落とし。ケイマさん6。さん、ダンジョン頑張れ。え、マジ？マジ？あー。いける。頑張れ。これはちょっと熱いな。うわー。ガチかー。いい試合。GG。いやー、GG っすね。はい、ということで 4v4 今回やってきたんですけど、じゃあ RTA 勢の団長どうでしたか今回。え、何もできなかったっす。じゃあテーマさんどうでした。いやー、ちょっとPVP 面ではやっぱり圧倒されてしまいましたけど、ただ例えばそのファイヤーボールでもうファイナルキル取れたりとか、あれ言ってたね。あーね、なるほど、言ってくんな、めっちゃ。そんな感じで、まあ、結構おもろかったね、全員これ。いや、もう試合としては最高っすね。そうっすね、マジで。じゃあもうまたいつか入れますか。そうね。じゃあそんな感じで今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。他の動画2本と RTA軍団のね、チャンネル貼っておくので、よかったら皆さんチェックしてみてください。お願いします。お願いします。そんな感じで今回ここら辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。